異世界ちゃんこ、横綱目前に召喚されたんだが、おレビューします。なんだこの作品は、新作として押収してやるからな、え。第1巻2018年発売、現在第10巻発売。うせやろ、漫画版伊勢スマと同時期やんけ。ていうか5年連載してるってま、知名度が足りなさすぎる。ぴ、連載期間の割に知名度が低かったりするのは割とナローあるあるではあるんですけれどもね。基本的にナローって内容の良し悪しに関わらず企業にとっては載せとくのネット連載中心なので、関数だけは多いのに知名度が皆無の作品は結構な数あるんですよね。5年連載って、週刊少年ジャンプだと大体30巻くらいになりますね。黒子のバスケに相当する期間の連載になります。黒子のバスケ並みにやっているのに知られていないって割とガチでナロー特有ですよね。ていうか10年くらいやってて知名度がゼロのやつとかも普通にあったりもします。何それ怖い、かくいう私も本作はガチで新作だと思っていました。異世界で相撲がどうだとかのネタが出たのが、割と最近なので、それのパクリなのかと思ったらこっちがパクられた形だったんですね。パクリを前提として話が進むのもナローの特徴ですね。ちなみに本作は原作者はおらず、漫画家オリジナルの作品になりますね。2018年の漫画家オリジナルなのでつまりまともですね。それでは裏筋から、キラー部屋に追われた3人の美少女たちが、もはやこれは絶体絶命であるわけなので、その場のノリで酒場で聞いた召喚魔法を試すこととするぞ。いでよ召喚獣、ズモモモモ。全裸だこれー。というわけで横綱昇進がかかった一戦で見事寄り切り勝利をもぎ取った大関さんが、異世界に召喚されて熊と戦うことになりました。もう無理だよ、どう見ても裸のおじさんじゃん。熊はそのまま突っ込んできたが、ここで大関の視界に異変が起こるぞ。なんと目の前にナロー特有のステータス画面が表示されたのだ。それはそれとして、大関は熊の顎をかち上げてひるませた後相手にがっぷり組みついて地面に放り投げるぞ。熊を投げ飛ばすってば奇世界の住人か何か、なお熊は自重で頸椎を粉砕され絶命しました。さて召喚魔法によって危機を回避できたので、美少女たちは裸のおっさんに礼を言うぞ。よく知らないけど役目が終わったし召喚獣も勝手に帰ってくれるでしょ。万事解決、平定、帰れませんでした。召喚は一方通行らしかったです。そのため美少女たちは言い合いを始めるぞ。その後彼を一方的に呼び出してしまったことについて謝罪をしてくれたぞ。おいおいまともか、大関としては優勝が決まって祝賀会に出席したかったなどの心残り自体はあるが、自分が召喚されたことで彼女たちの命が救われた事実の方が重要なので寛大にも許すぞ。さて熊との戦闘によって大関は負傷をしてしまったので回復魔法をかけようという流れになるが、ステータスを確認したところどうやら大関は魔法適性が皆無なので回復魔法が一切効かず、これについてもまた美少女たちは申し訳なく思うのだった。おいおいまともか、さてステータスの中にちゃんこレシピというスキルがあることに気がつくぞ。そして手元には、持ってきた覚えがない調理器具の数々が、そして自動的にレシピの検索が開始されるぞ。そしてキラーベアを用いた料理がヒットしたので、体力回復のためにこれを作ることとするぞ。この世界ではモンスターを食すというのは未だかつて試されたことがないことであるようで、美少女たちは変態同様をするのだった。まあ作って食ったらうまかったといういつものですね。さて食後、やはり裸のおっさんである大関をどうにかして元の世界に戻してあげたいということで、そのためのプランを練るぞ。選ばれたのは、店を出すことでした。大関のおっさんが作る、非常に美味な料理で人を集めて情報を収集することで、元の世界に戻るための、手がかりを見つけようという計画であるのだ。なんという冷静で的確な判断力なんだ。というところで第1話が終わりですね。すげえ、ナローで10巻も出ているのにまともな作品があるなんて、クソでも続くナローにおいては非常に貴重な現象ですね。と言っても突っ込みどころがないわけでもなく、わざわざお相撲さんを異世界に転移させたのに、やることが料理なんだ。っていう、そういった別のものでも代用ができたのではなかったのかという設定上の疑問ですね。まあお相撲さんはちゃんこ版という、
全員の食事を作る当番があるわけなので、それゆえ料理に対しては全くの無知であるというわけではないのですが、それにしたって、わざわざ料理をメインに据えることに対しては疑問が残りますね。料理人でよくね。っていう、まあ話の流れ上、モンスターを買ってそれを調理するという形ではあるので、いわゆるよろがりもやし野郎がモンスターをやれやれいきりでボコって調理をするよりかは、強いことに説得力がある屈強なる大関が相手の頸椎を粉砕して調理をする形の方が、自然といえば自然ですね。なおステータスが見える世界なのでそもそも自然ではない模様。でもまあ、主人公を含めてメインキャラの面々の人格はなろう基準だと相当にまともであり、その点で不快感が少ないのはいいですね。特に主人公を召喚した連中が、その場のノリでやってしまったことに巻き込んでしまい、それについて謝罪をするというのは、ちゃんとしたキャラ感がありますねー。なろう基準のスタンダード召喚だと、召喚者は王族で使い捨て前提で呼び出してスキルを鑑定後雑魚スキルなので追放するとかの、人格とか背景設定とかどないなっとんねんっていうやつになってきますからね。っていうかその術式のコストとかが膨大だから無制限に召喚できないんじゃないのかよっていう、まあコストが云々ということを言い始めたら、現実世界においても、契約金1億で呼んだプロ野球の助っ人外国人が寮のベランダでバーベキューができなかったから、1週間で帰国したとかのパターンもあるわけなので現実側もなんだかんだで相当がばくはありますね。さて美少女3人と共に彼女たちの街に向かうこととなったのだが、この後のパターンが、割と1話目の焼き直しみたいなところがあるので要点だけをかいつまんで話しますと、でっかい蜂に襲われたのでこれを倒して蜂蜜を手に入れて調理をしたり、港町ででっかい魚の魔物がいるのでこれをしばき回して調理をしたり、砂の精霊がいたのでしばき回して落ちてた魚を調理して食したりして、第1巻が終わりですね。話の膨らみがない。一応エピソードの間に美少女3人のキャラ付けパートとかが入ってはいるのですが、最終的に主人公が相手をしばき回してそれを調理してうんまーい、で終わりであるので、話がワンパターンになってしまっているんですよね。つまらないわけではないのですが、続きものの長編漫画という感じではなく、短編漫画を集めて長編扱いをしている感じで、話にあまり起伏がない点が気になりますね。最初から短編集として読めばワンちゃん、それと3人娘のうち、長女がメインヒロインであるようなのですが、基本キャラ付けエピソードが、この長女にかなり偏っていて、他の2人が賑やかしにしかなっていないのも気になりますね。まあ賑やかしも役目ではあるので、いない方がマシかどうかは場合によりますし、本作では多分いる方が画面が明るくなるのでいないよりはいる方がマシな程度ですかね。総評ですが、お相撲さんを異世界に行かせるなら調理だけに限定しない方がいいんじゃない？ですね。一連の話がお相撲さんが調理を行うという結果に収束させられているので、話のワンパターン差が目立ちますね。それなら調理はサブ程度に回して、お相撲さんと3人娘の関係性エピソードの方をメインにした方が全体の流れも良くなりそうです。まあ漫画としては、なんだかんだでベテランの漫画家であるので小回りや演出も良く、絵もバタ臭いですが上手いですので、ナロー系漫画特有の読まないことが最善みたいな、そういった具合ではない点はちゃんと評価ができますね。現在10巻の短編集として見れば、下手な長編よりかは評価が高くなりそうです。とりあえずクソではないですね。というわけで今回レビューしました作品、異世界ちゃんこ、横綱目前に召喚されたんだが、漫画家オリジナルのナロー系作品ですので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。